回も撮ってないよ。GoPro しか撮ってなかった。本当今撮ったとか全部撮ってなかった。言って気づいてよ。気づいてねえよ。だってこいつ動いてたらさ、映ってたら。マジ録画撮ってなかった全部。もう一回やり直し、もう一回やり直し、スタートからね。うん、15分撮ってなかった。まあしょうがないな。まあ GoPro は撮ってるから、うん、GoPro は撮ってるんで大丈夫です。何時までやるの？まあでもそんなに遅くまでは多分できないと思う。体力的に無理だと思う。湿気がすごいからやっぱり。しょげさんいらっしゃいと思うね。まあ、今から撮りますんで危ないよ。映るよ。泊まれって書いてある。本当そう、泊まれって書くよね。危ないから。山なのここ見て。このところです。はい、ちいさんこんばんは。どうもね、いらっしゃい。イヤホンできっと鈴、そう鈴みたいなもの鳴ってたんだよ。クマ出るよ。あの山はいるよ。クマ、あの山はいるよ。クマいる。多分いるんじゃないかな。カーミラーが見てみたい。これこれ。はい、アリさんこんばんは。石本さんもね、こんばんは。どうもね。汗やばい、マジ。マスクももうだってこれ捨てなきゃダメだ。びしょびしょだもん。うん、そうだね。丸さん、丸本さんこんばんは。で、ね、ゴムちゃんこんばんは。どうも。クマ怖い。いるよ。だからちょっといるとこ行くからね、ちょっとね。怖いんで、出そうなとこ行くから、最後の方。今日はね、山梨県ですね。はい、皆さんお疲れ様、こんばんは。鈴の音が聞こえたの、うん、危ないよ。だけど映るよ。そっち入るとしか、うーんとか言っていいんだったらいいけど。マスク、マスク、あー、落ちばっか。ありがとうございます。しますからね、すいません。赤崎さんこんばんは。どうもね、いらっしゃい。色川さんこんばんは。9時前だからね。そう、ちょっと早めにやったのだから多分体力持たねえなと思って。今日の昼間の温度見たらね。コモさんこんばんは。どうもね、水分ね。で、はい、さっきいたのかもしれない。鈴の音聞こえたんだけどね、取れてなかったな。ありがとうね、こんなにね。どうもゾッとするよね、鈴の音聞こえてんだもんって。いや、10時は過ぎると思うよ、全然。多分だって今だってもうすぐあれでしょ、もうすぐ9時でしょ。まだ1箇所目だよ。一応あと3箇所ぐらいやろうかなと思ってるぐらいだよ。体力次第だけど、まあ、次は、まあ、すげえ有名なとこですよ、うん、このすぐそばのね、うん、まあ見れば分かると思う。多分行ければそこまで。でその次ちょっと移動して、移動します。うん、移動して霊園ですね。で最後に湖ってとこですかね。うん、あー、コンテニコありがとうございます。イヤホンした？車来ないね。2台ぐらいしか来ないもんね。あー、でもほんと汗やばい。もう髪の毛びっちょびちょだもん。オールバックになっちゃってるもん。そう、ほんとやばいと思う。3カ所、4カ所だね、一応ね。次有名なところね。だからドキュンがいなきゃいいですけどね。いたらもう退却。コロナの影響で怖いのでね。そう、霊に3つ。うん、決意した。はい、どうもね、皆さんね。うん、水分補給ね、了解です。楽しみ、ありがとうございます。おーい、いないかな。何時にまたしますか。何時に、あ、いや、これそのまま続けっぱなしでやるからね、今日ね、終わりまでね、一応切れない限りは。でもちょっとね、ある3カ所目のとこ行くときにちょっと電波切れるかもしれない。うん、あ、通信制限、僕ほとんど通信制限しないな。今ね、2台のスマホで120GB あるから。相葉さんね、こんばんは。間に合わないやつだよ、今1カ所目、うん、1カ所目です。うん、山さんこんばんは。なんだ
なんだ？ん？写真撮った？撮ってないでしょ。ケズさん写真係でしょ。だって写真撮ってくれないの？そっかじゃないで言われないで撮ってよ。ケズさん、ケズさん写真係。周りを見てしまう。いやだって今全然見てやってなかったし。職さんいらっしゃい、どうもね。SUIS さんでいるかな。はい、丸さんどうもね。手の汗やばいよマジで。ちょっとあんまり動けないからね、動かないでこうちょっとこう静かに行きましょう。汗かくから。うん、写真忘れてんの。あれ、お清の声。いや、ちょ、車の車と車でいいんじゃん。うん、春さんこんばんは、どうもね。おじさんこんばんは、いらっしゃい。ここはね、なんか女性の深夜、まあ深夜っていうか夜なんだけど、まあ女性の霊がこう目撃されてんだって、地元の人に聞いたんだけど、本当か嘘か分かんないけどね。で、さっきは鈴の音が聞こえた。ただビデオカメラ回してなかったから。鈴の音してる。してる、うん、まだしてるって、うん、そう、120があります、まあ、配信者120ぐらいないとダメでしょう、うん、あのミラーが不思議なんですよ。あのミラーがね、あのミラーが、そう、60、60だ。今どこも60なんですよ、ギガ5にしてると。だ、通常60ギガぐらいでって感じかな。余ってるよ全然。そう、ケツさんね、本当に怖いよね、鈴の音聞こえたもん、うん、でも向こう側がね、本当にね、鈴がチリンチリンって、そう言ってんだよね、うん、で、さっき声聞こえたんだよ、さっきね、本当に声聞こえた。あ、もうなんか耳とかね、もう汗だらけで、どうしたらいいかな、これ。もうなんかもう、あ、エイチムさんこんばんは。冷感タオルか、そうだ、忘れちゃったんだよ、今日荷物になっちゃうから。そう、今日タオル持ってきたんだけど、うんうん、タオル持ってきた。そう、そう、サラさんもらったやつ使わなきゃな、ね、ありがとうございますね、うん。今日暑い、マジで。ちょっと曇ってるけどね。え、何今の音、メシメシって。え、